こんにちは、ドクター元上です。美容カウンセラーの河村です。天の声の立花です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早いもので、河村さん企画、これが最後の、企画となります。うちもですね、結構昔から、診療を毎日行ってきてるわけですけれども、結構やっぱり、包茎手術ですとか、男性の治療相談、もう本当に朝から晩までですね、大変ありがたいことに多くいただいてるんですけれども、その中でもですね、やっぱり今になっても、クリニックにその連絡する、相談するのを、実際に躊躇されている方も結構多いですし、そのうちに来るまでに何年かかかったという方もすごく多いので、今日は、せっかく河村さんも来ていただいてますので、うちのクリニックが、どんな感じでやってるのかとか、その辺をちょっと3人で話していければなと思います。はい。前回まではですね、河村さんには、一般女子代表、大人女子代表ということで、いろいろな意見を聞いてきたんですけれども、今回はですね、ちょっと、先生含めて毎日働いているこのクリニックについて、裏話なども交えてちょっとこんなとこだよっていうのを話していければなと思ってます。まずうちのクリニックって、実際診療とか、どういう感じでやってるのかっていうところを、今回ちょっともしかしたら初めて見る方もいるかもしれないので、ちょっと説明してもらえると。まずはこういう動画を見てホームページたどりついて、メールとか電話相談されると思います。で、電話はホームページに載ってる電話番号に電話しますが、基本的には男性のカウンセラー、今、天の声として登場して立花か、あるいは男のカウンセラーもあと2人おりますのでが出ます。メールはもちろん男性のカウンセラーが返信いたします。そこで予約を取った場合ですね、クリニックに来ていただくんですけども、うちのクリニックはその美容整形もやってますから、むしろ美容整形の方が割合としては多かったので、女性ばかりなんですよ。実際は女性の受付が 4,5 人いて、あと看護師も全員女性で 4,5 人いて、そこに男性カウンセラーが 2,3 人いるような感じなので、結構皆さん戸惑われるんですよね。いきなりクリニック入り口行くと女性がいっぱいいるので。そうですね。ただ、そこはね、みんなもう慣れてますから恥ずかしがる必要ないですね。さっきも言ったようにですね、やっぱり連絡しづらいとか、やっぱりちょっと来づらいっていうのってやっぱ今でも実際あるわけじゃないですか。うちのクリニック限らずそうだと思うんですけど、それは僕思ったんですけども、やっぱり若い子ほど恥ずかしがりんですよね。恥ずかしいと思ってる方は一定数いらっしゃいます。それはそういうものだと思いますけどね。最初ちょっと緊張されてるとか、言いづらそうだなっていう人っているじゃないですか。でもなんか河村さん電話受けることとかも、あると思うんですけれども、そんなに恥ずかしがる必要はないというか。でもまず電話していただければ、こちらから聞きたいこととか質問するので、まず電話する勇気さえあればこちらから誘導できます。河村さんとか女性カウンセラーが出るならば、その男性カウンセラーが手がいっぱい出られない時に出るんですよね。そうですね。それを狙ってかけるいたずら電話はもういまだにありますよね。直接美容の電話番号にかけてくるんですね。あれいまだにあるよね、いたずら電話。いや、でもだいぶ減りましたね。昔は、スマホとかになる前は、それこそいたずらかな。どんないたずら電話が多かったですか。昔高校生とか学生であろう子たちが集団で受ける、包茎って何ですか、何が楽しいの。言わせたがる人とかいるじゃん。言わせたがる人、言わせたがる、どういうこと。例えばうちでやってるシリコンボールとかがやりたいんだよねって言われて、つなぎますって言って、いやいや、ちょっと待って待って待って、あなたの意見が聞きたい。それ結構大きいイメージですね。なんかこれ大きくしたら君どうみたいな、あれよくありますよね。そうですね。この動画見てる方はそういう雑な電話やそうですね。本当にお願いします。別に恥ずかしくなってないんで、全然全然楽しくない。そうですね、恥じらいはないですよ、恥じらいないんで。あとはね、ポッキーとか言わせたいとか、ペニスとか、言わせる、わざと言わせるみたいな。そういうので刺激得られるって、ある意味すごいなと思いますけどね。ありました、なんか、はぁはぁ言ってました。はぁ、はぁ、
でもスピーカーにして逆に置いて切るとか。まあ逆にそれ今減ってきたのは、まあネットで何でもね、それ AV のネットで簡単に見えますからね、そんな刷毛口が変わったんです。電話の時代ではない。そうそうそう、電話で興奮する時代じゃないと楽しみが変わったんですね。なるほど、なるほど。1日1回とか2回とか当たり前にありましたよね、確かに、そう思うと今ってそういうのなくなったないですね、いや、そう、それで最近なんかあったから、まだそんなあるんだと思って。ああ、そうなんですね。令和の、そうそう、令和のこの時代にまだいたずらでも実際にこんな感じで、まあ、日々やってるんですけれども、誰が連絡を受けたとしても普通に対応させてもらって、まあ、普通に予約を取ったりとかっていう感じでもうあのフォローしてますので、結構あの女性がいるっていうのに、まあ、驚かれるっていうのはもちろん一つのケースとしてあるんですけど、もう一つ別の方向で驚かれるのが、こんな早いんですねってよく言われるんですよ。まあ、それって何が早いかっていうと、 LINE されるじゃないですか。診察カウンセリングをして、あ、じゃ あ, あのこれから手術案内しますねっていう時に、え、もう今からですか、こんな早いんですかみたいな、はい、のはもうよくありがちです、ね。まあ希望すれば当日手術できますから、はい、まあ、LINE されてね、手術室行くまで、まあ、30分とか1時間弱で行かれる方多いですからね、はい、ここも多分結構皆さん疑問だったと思うんですけど、はい、結構お問い合わせの時も、じゃ あ, まあ1回来て、その時に日程決めて、じゃあ後日手術ですかねみたいなこともよく言われるんですけど、やっぱりその当日できるっていうのは、まあ以前から言ってるんですけど、結構そこに驚かれる方が多いのと、あとは料金についても、はい、昔ってあのホームページにその金額が〇〇万円から、はい、みたいな、そのからの先が書いてないみたいな、はい、よくあったじゃないですか、はい、うちのサイトとかだともう全部金額をこうあの全て箇条書きで出してるんですけれども、はい、結構昔のイメージが皆さん強いというか、うん、まあ、それこそネットで見た情報なのかわからないんですけど、うん、こう書いてますけど、実際いくらかかるんですかっていう、あの質問が多くてですね、はい、例えばじゃあ家政保険で12万円ですって言った時に、それ以外含めてじゃあ実際いくらですかっていうのがやっぱ今でも多いんですよね、なので植え付けられたイメージっていうのがやっぱ今でもあるのかなって。まあでもまあ実際うちはまあ金額が変わるとかないですけど、はい、他のところだと5万円って見たのに60万になったとかっていうのは、まあ未だにね、まあ、この YouTube 動画でも話してますけど、そういうぼったくりというか、まあ、ホームページと違う値段で最終的に契約させるケースは多いですね、うん、はい、なので、まあ、このようにですね、まあ、本当日々発信をし続けてきてですね、まあ、スタッフも、まあ、これまであの川村さん含めて何名か出ておりますので、まあ、みんなが承認ということでですね、はい、あの、まあ、あの全然気軽に連絡もらえればとは思います、はい、こんな感じですかね。あのどういうところなのかが気になってなかなか連絡できないとかあのいう方に対してはこれだけは伝えたかったと。皆さん結構不安を持たれるのが、手術しっぱなしとか、手術したらもうドクターに会えないとか、そういう結構不安意外と持たれる方多いんですけども、基本的に手術はその抜歯しなくていいとっていうのがあって、それで手術した場合は一切通院とか必要ないんですけども、何か気になればいつでも検診できますし、躊躇なく電話とかメールいただければいいと思うんですけどね。結構皆さん躊躇されますよね。そうですね、確かに、はい、どんどん疑問があったりとか、うん、不安があれば言っていただければね、こちらもそのお悩みに寄り添えると思うので、不安なのはもちろん不安ですよね、うん、まあそうですよね、うん、何年もこう連絡できなかったとかはすごいもったいないですよね、うん、費用とかもそうなんですけど、このチラシ5年持ってたとか、それぐらい思い悩んでた方とかって結構いらっしゃるので、はい、まあ、まずは電話したりとかメールをいただけるだけで、必要なのか必要じゃないのかっていうのもそれで分かるので、はい、生み出して欲しいんですよね。そうですね、なんか僕からすると、まあ、スタッフ、まあ、先生含めてですけど、はい、第一優しいのでまあ僕も含めてなんですけど、はい、まあ、なかったら本当に、でも全国のね、はいはい、ね、そうですね、全国忙しいですからね、はい、今ね、全国からいらっしゃる、ね、あ、はいはい、まあ、忙しくてね、なかなか手術だけでしかねお会いできないんですけど、患者さんとはね、あんまりこうゆっくり、まあ、世間話する時間はないんですけども残念ながら、はい、まあまあね、手術中も結構話したりしてますよね、でも、まあ、そうですね、世間話はまた世間話は、はい、希望される方はして、はい、あの言ってください。手術中も緊張して話したくない人もいるんです、はいはいはい、顔色を伺いながら話したがってる人には話しかけてます。
し、はい、逆にあの話したい方はどんどん声かけてもらえれば、手術中別に喋ってるからって手がぶれるとか、まあ、一切ないので、はいはい、それか、まあ、あの僕にでも事前に言ってもらえれば、はい、まあ、先生ちょっと話したいですと言いますので、はい、その辺を気軽に言ってもらえれば、はいはい、年齢層もすごく幅広いですね、はい、うん、そうですね、はい、20代から80代、うん、もう本当日によってもう全然バラバラですよね、はい、今回は、包茎クリニックって実際どんなところなのか、怖いのかっていうところに対して、まあ、うちのクリニックはこんな感じですというご紹介の動画でした。非常にアットホームなところなのでお待ちしております。本当ですね、はい、アットホームなので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ペニスのことなので相談すら恥ずかしいと思う方も多くいらっしゃいます。丁寧親切にお答えいたします。勇気を持ってご相談ください。お問い合わせは概要欄をご覧ください。チャンネル登録もお願いいたします。待ってます。